フニャディアーノシュ、フニャディアーノシュ、イワン、デフフネドアラ、ヨハネスコルビヌス、デフフニャド、1387年、1407年、1409年から1456年8月11日は、現在のルーマニア出身のハンガリーの貴族。同時代の資料には、ルーマニア南部のアラキアの貴族の家系の出身と、記される。オスマン帝国の侵入にさらされる。 ハンガリー南部の国境地帯に身を置き、戦闘を経て軍事技術を習得した。1441年にトランシルバニアの公家、ボイボダといくつかの地区の知事に任せられ、国境の防衛を一手に引き受けた。フニャディは気分次第で従軍を決める貴族出身の騎士に頼らず、練度が高い傭兵と士気の高い志願兵を戦力の中心に据えた。 ボヘミアのフス派の傭兵が戦力の中心であり、親族、信奉者、家臣を軍に加え、一般の民衆も軍隊に編入した。そして、戦闘に大型の四輪荷車を連結するフス派の戦法を導入した。一連の軍事技術の革新によって、フニャディは1440年代初頭にハンガリー南部に侵入したオスマン軍に勝利することができた。 1444年のバルナの戦い、1448年のコスボの戦いでの敗北にもかかわらず、1443年から1444年にかけてのバルカン山脈を越えての大遠征と1456年のベオグラードデノにおけるオスマン帝国皇帝メフメト二世に対する勝利によって偉大なる指揮官としての名声を確立した。 キリスト教世界のために戦う兵士を激励するため、ローマ教皇は週に一度教会の鐘を鳴らすよう命じていたが、1456年のベオグラード防衛の後、カトリックの教会と一部のプロテスタントの教会は、フニャディの勝利を記念して、毎日の正午に鐘を鳴らすようになった。フニャディは政治家としても優れた素質を持っていた。四百四十年代初頭に、 ブワディスワフ3世、後のウラースロー1世と、ラディスラウス、ポストムス、後のラースロー5世が、ハンガリー王位巡って争った時、フニャディは前者を積極的に支持した。議会の中小貴族から支持を集めたフニャディは、1445年に、ウラースロー1世の死後に、ハンガリー王に選出された、ラースロー5世が、青年に立ちるまでの間、 ハンガリーの国政を担当する七人のベルムの指導者のうちの一人に選出された。続く国会でフニャディは唯一の摂政に選出された。1452年に摂政の地位を辞した後、ラースロー五世はフニャディを総司令官に命じ、多くの借位を与えた。各してフニャディはハンガリーの有力な大貴族の一人になり、その死去まで議会における影響力を維持した。 教皇ピウス二世はフニャディをキリスト教の守護者と叩いた,たが、フニャディはベオグラードの勝利の三週間後に軍内で流行していた薬病にかかって没死した。フニャディの勝利によってハンガリー王国は長らくオスマン帝国の侵入から守られた。フニャディ家はルーマニアのワラキア出身のハンガリー貴族であり、ルーマニア人を祖に持つと多くの資料に記されている。 フニャディ存命時の文献の中には、彼を指して、バレッカスやバリカスといった、ワラキア人の意味を持つ言葉を使っているものもある。などの一部の歴史家は、フニャディを、クマン人の末裔と考えている。また、出身のルーマニア人称貴族の出とする説もある。フニャディの名前が最初に現れるのは1409年に、ハンガリー王、ジグモンド、神聖ローマ皇帝。 ジギスムントが発した書状である。ハンガリーの宮廷に仕えていたフニャディの父ボイクは、この年にジグモンドから現在のルーマニアのフネドアラ県に位置すると、領地、貴族としての地位を与えられた。聖のフニャディは、このフニャド城に由来する。フニャディの祖父は、集落の指導者だと考えられている。中世の年代記作家は父、ボイクをブラフ人の家系の生まれと記し、 後世の歴史学者も年代記作家の見解に同意している。ボイクはハンガリーの貴族、クニャージであるが、ボイクの名前の語源がタタールクマン人の人名と関連性を示すことに着目する見解もある。フニャディの母親のモルジナイ・エルジェーベと、もしくは、は、カランセベシュ出身のマジャル人ン霊貴族と考えられている。 16世紀のトランシルバニアザクセン人の歴史家であるヘルタイガーシュパールはエルジェーベトをフニャド、フネドアラ出身の身分のルーマニア人称貴族と記した。フニャディの次男であるマーチャー主一世に仕えた歴史家のはフニャディ家の祖先を古代ローマ時代の氏族であるナイシワに否定しルーマニア人の父親とギリシャ人の母親から生まれた君の血筋を称えた。 ボンフィーニと同時代のハンガリーの歴史家も、著書、ハンガリー年代記で、同じように、マーチャー主一世の血統を称え、フニャディ家を、奮族の末裔とし、マーチャー主一世を、第二のアッティラと呼んだ。ボンフィーニは、伝記の中で、マーチャー主一世をコルビヌス、カラス、ノイのあだ名で呼び、マーチャー主一世の父親であるフニャディもしばしば、コルビヌスのあだ名で呼ばれる。ヘルタイは、フニャディは、 ジグモンドと貴族の娘エルジェーベとの間に生まれた、楽院だと記している。若年時のフニャリは、ハンガリー王国の宮廷に出資していた。ジグモンドは、フニャリの才能を評価して、従者とし、時には彼に金を貸し与えた。1434年付の文書には、フニャリ、が1 200フロリンの金の融資を受けた旨が、記載されている。1410年に、ハンガリー王、 ジグモンドが神聖ローマ皇帝位を求めてフランクフルトに遠征した時、幼いフニャディも皇軍に伴われた。成長したフニャディはジグモンドに従ってイタリア、ボヘミアでの戦役に従軍した。1420年にボヘミアのフスハとの戦闘に参加し、1437年にはオスマン帝国軍に包囲されたスメデレボへの縁としてハンガリー南部に派遣された。 遠征において、若いフニャディは、ジグモンド、セルビア港、イタリアの傭兵隊長らヨーロッパの有力な指導者や指揮官の下で働いた。1431年から1433年の間に、ミラノに滞在したフニャディはこの地の選手の下で、傭兵隊長を務めるフランチェスコスフォルツァと面識を持った。やがてフニャディは、ハンガリー王から多くの土地を授与され、 議会での地位を高めていく。フニャぎの人気は急速に高まり、1438年にセベリンの孔の地位を与えられ、ハンガリー南部の防衛を委任される。カルパチア三脈、ドラーバ川、サバ川、ドナウ川が含まれる。ハンガリー南部地域は常にオスマン帝国の侵入の脅威にさらされていた。1439年にハンガリーをアルベルトが没した後、 1440年に、アルベルトの息子のラディスラウス、ポストムス、ラースロー5世を支持する大貴族と、ヤギエボ朝のポーランド王、ブワディスワフよ、ブラースロー1世を、ハンガリー王に招こうとする中小貴族が争った。フニャディは、ブワディスワフ3世を支持し、王位をめぐる内戦は、ブワディスワフ3世の勝利に終わった。だが、ブラースロー世の即位後に、スラニアとクロアチアは、 ラディスラウスの母方の親族である大貴族、チレー家、ハンガリー北部は、傭兵隊長のヤンイスクラが支配し、中央から独立した勢力を形成していた。1441年にフニャディは、トランシルバニアの大家、ボイボダ、テメシュ、ティミシュアラ知事に任じられる。フニャディを、タイオスマン戦のようと考えたウラースロー一世は、彼を住職に任命し、その軍港を評価して、 ハンガリー東部の温帯地を与えた。軍港を重ねて国王から多くの温帯地を与えられたフニャディ家は、ハンガリー最大の貴族に成長する。最盛期のフニャディは2万3000ヘクタールの土地、28の城塞、57の町、およそ1000の村を所有していた。同時代の多くの大貴族と異なり、フニャディは個人的な利益のために、自らの領地から上が収入。 保有する、軍事力、政治的地位を乱用しなかった。そして、国王から援助を受けずに、自らの領地からの収入で軍隊を組織し、オスマン帝国と戦った。フニャディの領地は、オスマン軍迎撃の主戦場となった。1441年にフニャディは、スメデレボで、オスマン軍を迎撃し、激戦の末にを破る。 1442年にメジトベイの率いるアキンジ、オスマン軍の非正規機兵隊がトランシルバニアに侵入し、ヘルマンシュタット、シビウが包囲を受ける。フニャリはオスマン軍を撃退し、メジトベイをはじめとする2万のオスマン軍の将兵を廃止させた。同年9月にオスマン皇帝村と2世は報復として、 ハドゥムシャハベッティン・パシャが率いる約8万から10万の兵士をトランシルバニアに派遣し、フニャディはマジャル人と成形人の非正規兵からなる1万5千の兵士を率いてオスマン軍の迎撃に当たった。フニャディはカルパティア山脈を越えての奇襲をかけてオスマン軍を打ち破った。オスマン軍迎撃の初戦においては、馬車を軍の側面においてバリケードの代わりとし、 重砲を装備した馬車を攻撃に使用するフス派の戦法が用いられた。キリスト教国にとって最大の脅威であるオスマン帝国から勝利を収めたことで、キリスト教世界におけるフニャリの名声は高まった。フニャリはオスマン帝国に対して攻勢に出ようと試み、ブラースロー一世に神聖の実施を訴えた。この大遠征にはハンガリー・ポーランドの兵士だけでなく、 バラキア、ブルガリア、ボスニア、アルバニアの兵士も加わるものとなり、さらにハンガリーはアナトリア半島でオスマン帝国と敵対するとも同盟した。フニャディが率いる部隊はウラースロー一世と別に抗軍し、を通過してバルカン山脈を踏破した。フニャディの別動隊はセルビアの西近郊で率いるオスマン軍に勝利し、西を奪回する。ブルガリアのソフィアに入場を果たした後、 フニャディは、ブラースロー一世の本体と合流し、ハンガリー軍はイズラディ峠で、ムラと二世に勝利を収めた。ハンガリー軍は、オスマン帝国の首都エディルネに進軍するが、山岳地帯に潜んでいたオスマン軍によって峠を封鎖され、加えて元頭が、ハンガリー軍を襲った。ハンガリー軍は撤退せざるを得なくなり、遠征で重ねた勝利にもかかわらずボスニア、ヘルゼゴビナ、セルビア、 ブルガリア、アルバニアにおける、オスマン帝国の影響力を完全に取り除く子は、できなかった。ハンガリーへの帰路についていたフニャディは、道中で、教皇をエウニニュース四世が派遣した、ーキ教、ジュリアーノ・チェザリーニの訪問を受けた。チェザリーニ、セルビア公とアルバニア公スカンデルベグラは、フニャディに、戦争の再開とオスマン帝国のヨーロッパからの、放畜を説いた。そして、 村と二世は、アナトリア半島方面を脅かす、カラマン公国に対処するため、ハンガリーに和平を提案した。ハンガリーの使節団は、エディルネを訪れ、10年間の休戦、セルビアとアラキアへの圧力の軽減を条件とする、和平が成立した。続いて、村と二世が派遣した死者がセベドのハンガリー軍を訪れ、ジュラジ・ブランコビチとチェザリーニの中によって、ハンガリーに、 有利な条件で10年間の休戦協定が締結された。条約に調印したウラースロー一世は聖書に手を置いて協定の遵守を宣言したが、この時にすでに和役の破棄の準備が進められていい。1442年2月初めにハンガリー軍はブダに帰還した。和役の締結後に村と二世は大位を宣言し、定位を息子のメフメトに譲って、 アナトリアのマニサに陰性した。和訳の締結から2日後、チェザリーには、ベネツィアのマレー艦隊がアナトリアに移村と二世のヨーロッパ帰国を阻止するために、ボスポラス海峡を封鎖した知らせを受けて、ウラースロー一世に西欧の峡谷が海上でオスマン帝国を攻撃した時には、ハンガリー軍は連携して陸地から撃をかけるという先生を思い出させた。 1444年7月に、ハンガリー軍は国境地帯に引き返し、ベネツィア艦隊に護衛された東ローマ帝国の首都コンスタンティノープルに向かうため、国会沿岸部に進軍する。一方、和訳の破棄に直面したオスマン帝国では、大宰相の要請により、陰性していた村と二世が皇帝に復位した。しかし、ブランコビチは、 オスマン帝国の報復を恐れて密かに、キリスト教国の動向を村と二世に知らせ、チェザリーニの参加を妨害した。バルナに到着したハンガリー軍は、ベネツィア艦隊が村と二世の移動の妨害に失敗したことを知る。村と二世は輸送する兵士一人につき一度カート、約3.73グラムの金を支払う条件で、ジェノバから船舶を買収し、ヨーロッパに帰国していた。 1444年9月10日、フニャディはバルナで自軍の倍以上の兵数のオスマン軍と対峙するバルナの戦い。フニャディは村と二世の両翼を固める部隊を配送させ、この時点ではまだハンガリー軍が勝利する可能性が残されていた。しかし、決起に流行ったウラースロー一世は指揮下の兵士たちに村と二世が率いる本体への総攻撃を命じた。 村と二世を護衛する家にチェリは、ウラースロー一世の攻撃を容易に防ぎ、ウラースロー一世を馬から引きずり下ろして殺害した。王の死によって混乱したハンガリー軍は、オスマン軍の攻撃によって壊滅し、フニャディは、我々は王のために戦っているのではなく、キリスト教のために戦っているのだと軍を鼓舞したが、効果はなかった。フニャディはかろうじて戦場から脱出するが、逃走中に、 ワラキアコーブラド二世によって投獄された。ワラキアと事実上のハンオスマン同盟を結び、フニャディは解放される。ウラースロー一世の首は蜂蜜につけられて、バスラに送られ、槍の先に掲げられて、晒し物にされた。翌1445年に開催されたハンガリー議会において、5人の代表からなる臨時政府が樹立され、フニャディは、 トランシルバニア港の地位とティサ川沿岸部の四つの県を保有した。王を失ったハンガリーは無政府状態に陥り、ハプスブルク家のラディスラウスポストムスが新たなハンガリー王に選出されたラースロー五世が、神聖ローマ皇帝フリードリヒ三世は、ラースロー五世のハンガリー行きを許さなかった。1446年6月5日、ラースロー五世の名のもとにフニャディは、 ハンガリー王国の摂政に選出され、権限を授与された。摂政就任にあたっては、バーラド司教の宣伝工作が功を奏し、中小貴族が、フニャディの支持基盤を構成していた。ラースロー5世の解放を拒んだ、フリードリヒ3世への対応が、摂政となった、フニャディの最初の仕事となった。ハプスブルク家の支配下にある、スティリア、ケルンテン、カルニオラを破壊し、 ウィーンを脅かした後、フリードリヒ三世と2年間の休戦協定を締結した。摂政就任後のフニャディは、中央権力と国防の強化に努め、反大貴族、反ハ,ハプスブルク家の方針を取った。フニャディの指導下では、中小貴族に有利な法令が施行され、宮廷の要職に彼らが投用された。しかし、摂政であるフニャディは、王権のすべてを有しておらず、 中小貴族たちも、フニャディへの全権の付与をためらっていたため、中央権力の強化は進展しなかった。1448年にフニャディはの、モルダビア高速位を助け、見返りとして、大オスマンの防備の拠点であるを活用される。この年にフニャディは、教皇ニコラウス五世から、金の鎖と公の称号を授与され、直後に、オスマン帝国との戦争を再開した。 しかし、大貴族のチレー家とセルビアはフニャディを裏切り、フニャディの同盟者であるスカンデルベングの到着は遅れていた。1448年10月にコソボでハンガリー軍とオスマン軍は激突し、3日にわたる戦闘の末にハンガリー軍はオスマン軍の包囲攻撃を受けて敗北する。フニャディは逃走中にブランコビチに捕らえられ、セルビア、 地霊家と協定を結んだ後に解放された。コスボでの敗戦の後、ハンガリー内部の構想によって、オスマン帝国に対する軍事作戦中断された。国内での立場が弱まったフニャディは、ハプスブルク派の貴族に接近して、地位の回復を図ることになる。1450年にフニャディは、ポジョニ、ブラチスラバに赴き、フリードリヒ三世と、 ラースロー五世の解放について協議するが、合意には至らなかった。この年に、フニャディ家、チレー家、セルビアの同盟に大貴族のガライ家とウイラキ家が、加わり、フニャディの長男ラースローは、ガライ家、次男のマーチャー氏は、チレー家の娘と結婚した。同盟を結成した、大貴族たちは協力して、ハンガリーに国王を迎え入れようとし、オーストリア・ボヘミアの支持を得て、 フリードリヒ3世にラースロー5世のハンガリー行きを決定させた。翌1451年、フニャディは軍備を整えるために再びオスマン帝国と急戦協定を締結する。大貴族チレー・ウルリクラをはじめとするフニャディの政敵たちは彼が国王を打倒する陰謀を企てていると非難した。より混迷する国内情勢を安定させるため、 フニャディは、摂政の地位と権限を返上しなければならなくなった。1452年にフニャディは、ウィーンに赴き、青年に達した、ラースロー五世に王権を返還した。1453年初頭にフニャディはハンガリーに帰国し、ラースロー五世はフニャディを総司令官権をオクラ教に任命した。また、フニャディには、多くの称号と、王太地が授与され、ビストリツァ、 トランシルバニアザクセン人の居住区が、フニャディの領地に加わった。チレー・ウルリクは、フニャディの地位を妬み、ガライテ、ウイラキ家と同盟して、フニャディに敵対した。1453年に、オスマン帝国による、コンスタンティノープル包囲が進められる中、東ローマ皇帝コンスタンティノス11世は、ハンガリーに援助を求めたが、フニャディは、 国内の事情と休戦協定を理由にみんな返答を避けた。同年にコンスタンティノープルが陥落するコンスタンティノープルの陥落とオスマン帝国は再びハンガリーを攻撃の目標とする。皇帝メフメト二世は南ハンガリーへの入り口であるナンドルフェヘールバール、現在のベオグラードを攻略の対象とし、ナンドルフェヘールバールの陥落はオスマン軍の中央。 ヨーロへの進路が開かれることを意味していた。オスマン軍の攻勢に対して、ラースロー5世は国外に逃亡し、大貴族たちは腰を上げようとしなかった。フニャディは、政敵との不和を解消した後、1455年末に、包囲を受けていたナーンドルフェヘルバールに到着する。ナーンドルフェヘルバールに自身が調達した武器と、食料を補給し、指揮官として、 規定のと、長男ラースローを要塞に残して、一旦離脱した。フニャディは兵士を集め、ドナウカ藩の町や村からかき集めた200隻の小舟で、即席の艦隊を作り上げた。教皇の元から派遣されたフランシスコ会の修道士が、フニャディの有力な協力者となり、軍事経験のない貧民から構成される十字軍を、情熱的な演説で奮い立たせていた。 カピストラーノの率いる兵士のほとんどは鎌や熊手といった農具で武装しており、彼らはフニャディが率いる少数精鋭の傭兵隊の元に集まった。1456年7月にメフメト2世の率いる軍隊がナアンドルフェヘールバールの前に現れ、町に砲撃を加えた。カピストラーノが率いる寄せ集めの兵士と即席の艦隊がオスマン軍に攻撃を行っている間フニャディは、 行意を受けているナアンドルフェヘルバールに突入し、木内の守備隊と交流した。オスマン軍が城壁に開けられた裂け目から市内に突入すると、フニャディは城内に配置した副兵で奇襲をかけて、勝利を収め、オスマン軍の将軍、イエニチェリの多くが戦死した。フニャディの勝利により、ハンガリー南東部では、およそ70年の間平穏な状態が保たれた。しかし、 方位が解除された三週間後に、ハンガリー軍内で薬病が流行し、1456年8月11日に、フニャディは病にかかって没死した。死因は、ペストと考えられている。最後にフニャディは、私は友人を、キリスト教を、ハンガリーを、すべての敵から守り抜いた。キリスト教の信徒同士で争ってはならない。仲間同士の争いで無駄な力を使うことがあれば、 運命は閉ざされ、我々の国の墓が立つだろうと言い残した。フニャディは、次男のマーチャーシュ一世と共に、ハンガリーの国民的英雄とみなされ、オスマン帝国の脅威からの守護者として称賛されている。非、マジャル人の出身であるフニャディは、ハンガリー的な精神と、ハンガリー貴族の思考を受容することに努めたが、自身の出自を忘れ去ることはなかった。 ハンガリーの大貴族たちから敵視され、時には王からも恐れられた。しかし、敗下の兵士とハンガリーの中小貴族、そして民衆からは敬愛され、オスマン帝国の皇帝、スルターンはフニャディ対して、ハンガリー王以上に敬意を払っていた。ハンガリーが外圧と内向に苦しみ、国王が名目だけの存在となる中でフニャディは苦難に立ち向かい、 死後も民族的英雄として称賛された。ハンガリー第二の国家と言われるの歌詞には、フニャディの名前が現れる。ルーマニア史においても、フニャディは重要な役割を果たした。1442年以降、フニャディは、ワラキア公国とモルドバ公国に大きな影響力を持つようになった。ルーマニア人に属する血統とトランシルバニア公、ルーマニアの一地域であるトランシルバニアは、 フニャディの存命中は、ハンガリー王国に属していたの地位により、ルーマニアの国民的英雄として記憶されている。フニャディの死後、ルーマニアでは、ワラキアコブラド三世が彼の立場を継承して、オスマン帝国への交戦を展開する。15世紀当時のセルビア・クロアチアにおいてはフニャディは、ハンガリー人としてみなされて、ゲリン・ジャンコ、ジャンコザ・ハンガリアンと呼ばれていたが後世にはフニャディを、 セルビアの馬とする、ジョジョー氏が成立した。ブルガリアの民間伝承では、フニャディの活躍は、ジョジョー氏の英雄であるヤンクル・ボイボダに投影され、ヤンクル・ボイボダは、フニャディの威いである成形マーシュをモデルにしたと思われる、架空の英雄性イクラ・ディテンチと行動を共にしている。これまで、西ヨーロッパ諸国がハンガリーに抱いていた、野蛮という偏見はフニャディが、 オスマン帝国から挙げた戦果によって覆され、ハンガリーはヨーロッパのキリスト教世界から全ヨーロッパの守護者とみなされるようになる。フランスの年代記作家、外交官のワフニャディについて、長い間ハンガリー王国を支え、オスマン帝国に対して、たびたび勝利を収めた勇敢かつ慎重な、ワラキアの白い騎士と記した。強皇カリストス三世はアフニャディを、 過去3世紀に生まれた中で最も偉大な男と賛美した。そして、毎日の正午に鐘を鳴らして、神徒を集めて、ベオグラードで勝利を収めた、キリスト教を世界守護者フニャディに祈りを葬げるよう、ヨーロッパのすべての教会に命じた。正午に鐘を鳴らす後世の教会の習慣は、ベオグラードの勝利を記念した、カリストス3世の命令に始まると考えられてる。 1432年に、ハンガリー人貴族の娘と結婚した。フニャリは、ラースローとマーチャーシュの二人の息子を設ける。ラースロー五世が没した後、1457年に、ラースローは、地霊ウルリク殺害への値を疑われ、反フニャリ派によって処刑された。1458年1月20日に、マーチャーシュが新たなハンガリー王に選出された。マーチャーシュ世の即位後、 シラージ・エルジェーベトの弟、マーチャーシュにとってのおじであるシラージ・ミハイが、ハンガリー王国の摂政となった。また、である、ニコラウス・オラフスは、フニャディの甥いにあたる。ワラキア公ブラド三世、ブラドドラキュラは、ワラキアを追われた時期、マーチャーシュ一世、前出の次男、マーチャーシュにより軟禁されたが、その間に、マーチャーシュ一世の妹、すなわちフニャディアーノ主の娘と結婚し、 カトリックに回収している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。